はい、こんばんは、アイドチャンネルです。ですね、今日は何時だっけ、5月8日でございますね。ダメですね、土日になるとね、頭が死んでるんでね。今日もね、一日中ね、ほぼほぼ寝てましたね。で、バイオハザードビレッジがね、今日到着するということで、アマゾンさんで購入してずっと待ってたんですけど、まあ今日やれるからワクワクしてたんですけど、もう逆に待ちすぎてね、さっき到着したんですよ、夜にね。遅いよね。うん、アマゾンは遅いっていうのがあってね、まあ、なんとかね、発売日に到着しただけまだいいんですけどね。一回ね、僕ね、アマゾンでね、限定ボックスかなんかね、ゲームのソフトの限定ボックス買ったことあるんですよ。あれなんだったかな、英雄伝説かなんかかな、始まりの奇跡ってやつ買ったんですけどね、限定ボックスね。で、到着してね、まあ、もう待ちに待ってね、で、やっと夜届いて、で、届いたんだけど、箱を触ってみたら、あれなんか軽くねって話になって、あれなんか軽いぞと思ってね、で、箱開けたらね、空箱だった時ありましたね、一回ね。で、アマゾンにね、クレーム入れてね、その時はね、届いたのはいいんだけど、空箱なんですけど、これどういうことですかみたいな話になって、なんとか返金します、みたいな話になったんですけど、限定ボックスですからねって話で、ね、ね、返金とか困るんですけどって言ったら、なんとかね、アマゾンさんの方でね、その限定版を取り寄せてもらってね、なんとかね、正規の価格で、購入するんですけど、できたんですけど、結局ね、それもね、到着して、発売日からあれですよ、1週間後とかですよ、それも、遊べるようになったのね。ほんとね、そういうことがあってね、アマゾンさんも安いからいいんだけど、ね、何かとそういう限定版とかのね、ものってすごい心配になりますよね。まあそういう空ボックスとかね、届く時もありますんで、まあ皆さんね、Amazon に注意してくださいっていうのもあれですけど、まあ、温かい目で見守っていただければなと思います、Amazon さんをね。はい。ということで、今日何するかっていうと、ですね、なんだったっけな、あれですね、スーパーコンソール X とか GT キングとかでですね、MEDEC 4.0 で、Nintendo DS 動かそうとすると、遊べないゲームが結構あるんですよ、実はこれってね。タッチパネル操作なんだけど、コントローラー操作のせいで、弾くっていう、タッチパネルの弾くっていうことが、実はね、できないんですよね。で、スーパーコンソール X と、GT キングとかって、DS のエミュレーター入ってるんですけど、ドラスティックってやつが入ってて、で、それで、それだとね、コントローラー操作になるんですよね。で、アナログスティック使ってやるんですけど、まあ、そのアナログスティックのね、やっぱカーソルの動きがね、すごいゆっくりだから、ゆっくりすぎて、特定のゲームが遊べないっていうのがあって、っていう感じなんですよね。で、それも過去にね、僕動画で上げてて、例えばリズム天国ゴールドとかね、スタートするのにいきなりおはじきみたいなのを弾かなきゃいけないんですよね。それがね、できなくて開始できないっていうね、ことがあったんですよ、実はね。だけれど、もう今回ね、スーパーコンソール X の PC ボックスですね。で、こちらの方、実はね、マウス操作が効くっていうことが分かって、Nintendo DS でね。で、それで、リズム天国遊べんじゃないかっていうことで、ちょっと動くかどうかを今日確認するっていうような、動画になってます。あとね、主にね、タッチパネル系のね、ゲームちゃんと動くかどうかっていうような動作検証になりますんで、まあ、リズム天国リベンジですね。はい。まあ、いっぱい興味ある方いるんじゃないかなと、僕だけかもしれないんですけど、はい、っていうところをちょっと動かしていきたいと思いますので、じゃあね、早速いきたいと思います。はい、ということでですね、リズム天国ゴールド早速起動させました。で、見ての通りね、こちらのソフト、縦持ちですね。DS 縦持ちしなきゃいけないんですけど、ちょっとね、その設定がね、これレトロアーチでやってるんですけど、こんな感じでね。レトロアーチで立ち上げてるんですけど、これだとちょっとね、その設定ができないみたいなので、まあ、とりあえず、この画面にそのまま遊んでいきたいと思います。で、見ての通りね、タッチペンのところの画面、下側がね、こうやってマウスで操作できるようになってるんですね。なので、今までね、この、僕に触ってるやつで、これを弾いてバッとスタートする動作がね、実はできなかったんですけど、今回ね、できるようになってるはずなんで、これをね、弾いて、スタートしたいと思います。できるかどうかですね、まずね、これスタートね。はい、じゃあ早速いきます。いけるかな？はい、いきましたね。
なんとかいきましたんで、これじゃあ初めからいきたいと思います。どうしようかな、名前の呼び方、彼氏でいこうかな。彼氏、はい、彼氏の意味がよくわかんないですけどね。はい、っていう感じでね、じゃあようこそってことで、タッチスクリーンで遊びますと。早速でちょっと練習してみましょうってことで、これ弾いて、この弾く動作がね、すごい多いんですよ、このゲームね。で、弾いて人形にコインを当ててみましょうですね。で、これを弾いてみます。あー、難しい。よし、こんな感じでね、カエルに当てると。よし、当たりましたね。はい、こんな感じでね。こんな感じで当たり。弾く動作が結構、あ、難しいな。マウスをね、かなりね、早めにね、シャッシャッてやんないと当たんないですね。これはね、なかなかね、テクニック。遊べるけど結構テクニックのいるゲームですね。じゃあ、ミニカーを狙ってください、ということですね。よし、行きましたね。これで弾く動作を。わあ、これもう指つりそうになりますね。早っこんな感じで。弾きますね。よし、こんな感じでね、遊べますね。いけそうですね、これだとね。うまく掴みましょうということで、弾く練習はおしまいですと。お疲れ様でしたということで、じゃあ早速ね、ゲーム1個ちょっと遊んでみましょうかね。結構ね、このゲームで実はね、本体持ってるんで、DS のね、本当リアルなゲームではね、クリアしてるんですよ、すごい。で、エミュレーターでやるとマウスで操作なんでね、これでできるかですね。これは組み合わせってやつですね。組み立てか。これはね、あれですね。非常に見づらいんですけど、では、棒を差し込むやつですね。これ棒をね、こうやって飛ばすんですよ。ポンと、ポンと。こんな感じでね。で、リズムに合わせてね、横から出てくるんで、棒を弾いてくださいって、棒を、こんな感じでね、弾くんですよね。で、早速これで練習なんですけど、メロディーに合わせて棒を飛ばすんで、ドレミファのソのところで棒を弾いてください。あ、ずれちゃった。こんな感じですね。これが正しいやつですね。これで正しいですね。綺麗ですね。ああ、ちょっとね、あれずれちゃいました。よし、行きましたね。こんな感じで、まあちょっとね、最後うまくいかなかった。あ、止まらん。まあこんな感じになりますんで、はい、じゃあちょっと早速本編のゲーム行ってみたいと思います。これがね、難しいんですよね。行きましたね。よし、行きました。早いですね、早くなってきましたね。よし、行きました。あー、外してた。あー、止まらなかった。あー、ダメ、止まらない。ちょっと待って。とうとうマウスね、端から端まで。あー、ずれた。難しいですね。ずれる。入った。逆に当たんねえ。当たんねえ。入った。逆にマウスでやると面白いかもしれないですね。結構大変ですね。よし、た。結構ミスりましたけどね。組み立ての方は、基本ができてません。見た目からというやり直しということでね。こんな感じでね、リズムゲームがね、こういうやつがいっぱい入ってるんですけど、まあもちろんね、これね、タッチパネルでやった方がね、簡単です。はっきり言って。遊べるっちゃ遊べるんだけど、マウス操作すごい難しいですね。
で弾くって動作がね、やっぱマウスをねガンって動かさなきゃいけないから、こんな感じでね一応遊べるっていうのが分かりました。はい、じゃあもうちょっとね他のゲームでマウス、タッチパネル操作できるゲームをちょっと抜粋して、遊んでいきたいと思います。はい、じゃあ続きまして、タッチカビーですね。タッチカビーっていうか、タッチカービーですね。表現があれですね。で、これタッチパネルを使ったね、カービーのゲームになります。まあ、見ての通りね。で、こちらちょっとね、早速ね、ちょっと今ね、ちらっとトレーニングモードで遊んでたんですけど、これもね、無事ね、遊べるような感じでしたね。メインゲームの方に進めていきたいと思います。レベル1ですね。で、森かな?こんな感じでいきたいと思います。で、これね、下のカービーをね、これタッチペンでね、触ると、こんな感じでね、で、敵をね、タッチペンでこうやって倒しながら倒していくんですけど、まあ、虹を、こんな感じで、あ、ちょっとダメージになっちゃいましたね。これで、カービィをね、直接操作できないゲームで、なかなかね、難しいですね。これをちょっと倒していきます。こんな感じで、はい。で、ね、虹を、まあ、メダルがありますよって、こう、ボディになります。で、こんな感じでね、虹の線を引いていって進めていくんですけど、こんな感じで。なかなかね、こんな感じで。で、ゴールにね、導くんですけど、ゴールがどこにあるのかな?ここにありますね。で、こんな感じです。っていう風にね、カービィをね、遠隔操作するようなね、ゲームになってます。なかなかね、難しいですね。結構ね、結構ね、細かい操作がね、求められてね、大変っちゃ大変ですね。よし、よし、よし。結構画面がちっちゃいんだよね。こんな感じでいきたいと思います。で、コピー能力もあってね。ああ、そう。難しいですね、なんかね。まあ、なんもね、寄り道せずまっすぐ行っちゃったり、ね、できますけど、まあ、これで、どうしようか。コピー能力。タイヤを上に。あ、これ気持ちいい。これは気持ちいいですね。はい、飛んできました。で、あとね、こう、水で引いてもらったりします。よいしょ。よいしょ。あ、お亡くなりになっちゃいましたね。こんな感じでね、タッチペン、まあ、これだったらね、まあ、一応あれですけどね、弾く動作がないんで、スーパーコントレックスも遊べると思うんですけどね、タッチペンね。バーっていう感じ。まあ、タッチパネルメインのね、ゲームにはなります。感じでね、バンバンバン、よいしょ、いった、はい、ゴールまで来ましたてなね感じのゲームなんですけど、結構面白いですね。新感覚っちゃ新感覚ですね。よいしょ、はい、なんかね、あの走り幅跳びみたいなやつでしたね、これね。うん、で、こんな数にやって、これがね、ですね、300ミリかな、こんな感じでね、一応ね、単調なゲームではあるんですけど、はい、あーと、難しいですね。これ、登れるかな?これ、あ、下に吸い込まれてる、ソニックみたいな感じですね。こんな感じでね、よし。気持ちいいですね。うん、すてき。水の道を作ってあげたりしてね、行くゲームですね。結構ね、カービィって子供向けなんですけど、子供向けのゲームみたいなイメージがあるんですけど、子供ゲーム結構難しいですね。うん。とりあえずちょっと上行ってみましょうか。あ、いけないです。おっと。よし。あー、やばい。カービィが。カービィが。よし。最近星のカービィの一番手だ。あー、ダメだ。動いていく中でそれに合わせてね、線引くの結構難しいですね。よし、一応ね、動作全然問題なく動いてるんですけど、ちょっと難しいかなっていう感じですね。よいしょ、やばい、こっち行っちゃった。よし、よし、あー、ダメージだ。よし、難しい。やっぱ動かしながら、あ、こっち行っちゃダメ。よし、あ、こっち行っちゃった。よし、行くか。はい、はい、はい、入った。
しい。こんな感じでね、まあイライラしながらね。間違っちゃった。かなりイライラしますね、このね、ボールの動きがね。ちょっとイライラしながら。慣れないとね。あ、これが、ちょっとあれですね。ドンキーコングっぽいですね。これをこっちに叩くのかな。はい、はい、はい、はい。こんな感じですね。な、気持ちいいですね。ちょっとね、新感覚ゲームではありますよね。カービィボールとか好きな人好きかもしれないですね。ファミコンのね。これどうやってやっていってるんだよね。これかな？ここかな？ここかな？あれ？行かない。どうしたらいいんだろうね。よし。あれ？行かないですね。ありそうなんですけどね。なんもないですね。あ、こっちですね。これは難しいですね。ちょっとどうですね。こんな感じです。おお、行きましたね。おお、ちょっと。ハードルが合わないですね。っていう感じでボス戦ですかね。これは難しいね。よいしょ。これをこう行きながらね、倒していく。ああ、難しいですね。はい、という感じで、なかなかのね、操作が難しいゲームではあるんですけど、結構楽しめるかなと思います。じゃあ、ちょっとね、もうちょっとね、何本かやってみたいと思います。はい、じゃあ、続きましてですね、Nintendo DS の赤ちゃんはどこから来るのですね。なかなか意味深なタイトルですけどね、生命の始まりは戦いからってことでね、赤ちゃんの、できるまでということで、まあ、エッチなゲームじゃないですね。全然普通のね、セガのね、バカバカしいゲームになりますんで、まあちょっとニューゲームでいきたいと思います。サインをくださいということで、糸チャンネルなんで糸って書いてきますね。糸と書くの難しいですね、タッチパネルで。よし、決定で、利き手は右利きと。はい、決定でございます。はい、これでいいですか。はい、ということで、じゃあ戦いを始めていきたいと思いますね。スタート。絶対人の目は気にしないでくださいですからね。気にしちゃダメですよっていうゲーム。はい、ということで赤ちゃんをどこから。また不幸になってますね。オープニングからなかなかねテンションが上がりますね。赤ちゃんはどこから来るの。なんかすごいですよ、何やってもいいんだじゃあ早速行きたいと思います。あ、可愛い。おお。次々男性がね、これ橋本環奈ですね。橋本環奈ですね。皆さんね、エレベーターに疲れてで、逆走しましょう。素敵な女性なんだ、なんとかして気を引いて。じゃあ早速ね、気を引きましょう。戦いからですからね。もうみんな逆走してますね。エスカレーターに逆走でございます。上にスライドでエスカレーターを駆け上がり、ライバルのパンチを上にスライドで、左右にスライドで横に。まあすごい単純な人間がいるよね。あー、ひどかったね。あー、まあ、どうすこい。
まだあるんかい。まだあるんかい。遅いとね、まだあるんかい。まだあるんかい。なんもないところ、なんもないところ。マウス操作がちょっと疲れちゃった。はい、これもね、弾き操作がね、結構自然になりますね。弾き操作が、ということで、ミスということで、なかなかね、行きたかったですけどね。ちょっとね、もうちょっとやりたい感じではありますけどね。もう一回1レベルからやってみます。長かったですね。はい、じゃあ続きまして、まあ同じようなゲームなんですけど、さっきはね、赤ちゃんはどこから来るのだったんですけど、同じセガのゲームでね、君のためなら死ねるんですね。はい。なんちゅう名前やねんって言うんですけどね。まあね、このシリーズ結構好きでね、僕結構よくね、これロンチタイトルだったんですよね。このゲームはね、君のためなら死ぬ、まあ、これもね、タッチパネルですからね、シンプルなミニゲームシーン、さっきよりは難しくはないかなと思いますけど、ね、はい、まあいつも通りね、あの主人公の少年、まあ、女の子とすれ違って恋に落ちるで、君のためなら死ねるよっていうね、なかなかね、味なゲームで、まあまた、こっちの方がね、一作目になるので、まあ、こういうちょっとミニゲーム集もね、今後も発売してほしいんですよね。結構ね、難しいんですけどね。さっきのね、エスカレーターのやつめちゃめちゃ難しかったですけどね。まあ、金魚鉢なので、ね。我々はスーパーパフォーマンス集団、ラブラビッツ。そこの君にパフォーマンスを手伝ってくれたんですよね。なんでやねんみたいな。感じでね、はい、飲み込んじゃいましたって感じですよね。お腹の中に金魚入っちゃったからっていうやつですね。で、これは胃袋にタッチして上の方に、こすり水流を起こし金魚を喉まで運べっていうことでね。何ちゅうゲームやったんですかね。まあちょっとやってみましょう。ガーフィッシュということで、これをこすってね、レベル1、こすって、まあ上に行くだけだから、こんな感じです、こすって、こすって、こすりながら、マウス操作がね、やっぱね、難しいですね、もう連続でこすれないっていう、こんな感じか、よし、こういうふうに出しました。はい、3匹になります。あんまり下行っちゃうとね、消化されちゃうんで、ね、吸収されちゃうんで、ね、ああ、ゲームやね。はい、出てきました。レベル3ですかね。何分まであるみたいな状況ですね。
あ、なんか来ました、なんか来ました、なんかリセットされますね。これは相当早く押しないと。もう一匹が来ました。あともう一匹、もう一匹、よし出しました。はい、出しました。はい、っていうので、レベル4、ないかね。ね、なかなかね、楽しいですね。あ、パフォーマンス集団の中でね、お客さんの中に、女の子が、なんて素敵なんだということでね。これだったら、もっともっと見たいと思ったので、スーパーパフォーマンス集団ダビッドに参加を決意しましたと、はい。パラシュートパラシュートで落ちるわけですね。これなんか落ちましたね。いいですね、これストレス発散にちょうどいいかもしれないですね。で、パラシュートを開き、数字を間違えたら SE まで行く、ね、数字、エンターでパラシュートを開けるということですね。これそんなに難しくないですね。数字入れするんですね。13、結構落ちる速度速いですね。ギリギリでしたね、今もね。41、あーと、あー死んじゃった。マッチゲームやね。これはね、ちょっとね、頭バグりますね。求められますね。タッチパネルの細かな操作が難しい。987、半径高い560、あー間違った。半径高いけないな。半径高難しいな。300、あー間違った。手元滑った。難しいですね。はい、っていう感じのね、ミニゲーム集になるんですけど、結構ね、面白いですね、こんな感じのね。まあ、これでね、彼女の気をね、だんだんこうね、ハートマークを集めていくっていうような感じですよ。まあ、こういうミニゲーム集でね、遊べるのもね、結構いいかなと思います。はい、ということで、今日はね、Nintendo DS ソフト4本遊ばせていただきました。まあ、リベンジということでね、弾くという動作リベンジということで、スーパーコンソール XPC ボックスの方ではね、マウス操作ができますんで、それに対応した感じでね、弾くっていう動作がなんとかできました。で、これで多分ね、タッチパネルにも対応してるはずなんで、もしかしたらタッチパネルでやると、もっともっとやりやすいかもしれないですね。僕持ってるね、モニターがね、タッチパネル対応じゃないんでね、タッチパネルっていう項目にね、選択することもね、できましたんで、タッチパネルでやるのが一番やりやすいかななんて思いました。で、今日とりあえず遊んだのがリズム天国ゴールドですね。こちらについても、スタート、今までできなかったんですけどね、スタートできる、弾いてスタートすることができました。で、さらにね、ゲームもね、結構難しいんですけどね、マウス操作の慣れっていうのが僕の中で慣れてなかったもんで、まあ、全然進めなかったんですけど、まあ、リズムよくね、やればあれもクリアできるかなと思いますんで、まあ、全然クリアできる範疇の操作だと思いますんでね、ぜひね、お持ちの方は遊んでいただければななんて思います。で、あとは、そうですね、2本目、タッチデカビーか。あれも、子供向けかななんて思うんですけど、カービィのゲームってね、実はタッチデカービィは意外に難しいっていう。で、ちょっとね、パズル要素もね、途中あってね、カービィのコピー能力とかもね、使いながら、なんていう、カービィのね、普通のゲームはそんなに難易度高くないんですけど、ああいうなんていうかね、そのカービィボールとかね、結構難易度高いんですよね。ちょっと大人向けかななんて思いました。で、ああいうのがね、遊び、ね、なんか子供の育成にはいいかなと思いますけどね、パズル要素もありね、ああいうのをね、小さい頃から学んでるといろいろ柔らかい頭になるんじゃないかなって思いますけどね、結構面白いソフトでした。で、あと3本目、4本目が、まあ、同様な感じのミニゲーム集なんですけど、1本、あの3本目が赤ちゃんはどこから来るので、
4本目は君のためなら死ねるですね。うん、なかなかね、恋愛をテーマにしたゲームではあるんですけどね。ミニゲーム集って結構ね、面白いですね。あのミニゲーム集。操作性がね、あの、新鮮味があるっていうんですかね。一個一個のミニゲームがね、どれも違うんで。だからね、結構面白いし、バカゲーですからね。スカッとするような、バカバカしさがね、楽しいかなと思います。はい、あれもね、結構ね、あれ安く売ってますんで、ぜひね、遊びたいっていう方は購入検討していただければなと思います。はい、ということでね、今日はこんな感じの4本で終わりたいと思います。なんとかね、DS リベンジ果たせましたんでね。はい、ということで、ですね、今回もね、こんな、今回もで、今後もね、こんなような感じの、動作検証の、動画を上げていきたいと思ってます。興味がある方はね、ぜひチャンネル登録していただけると、とても励みになりますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。井戸チャンネルでした。ありがとうございます。